Golf Beat。 この番組はベストスコア72のゴルフ女子タレント横山くるみと、ゴルフ歴8年100切り目指して頑張っています沖縄タレント小蛇若菜、2人の共通点はゴルフが大好き。ゴルフの楽しさや知識をお届け、ゴルフビート。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。日曜の朝はゴルフからおはがる。さあくるみさん、はい、今日私たちはこちら、宜野座村にありますカンナパークゴルフに来ているんですけれども、はい、そうね、やったことある？それがね、初めてなのよ。やったことないのよ。え、ゴルフ初心者？パークゴルフ初心者。あ、そっか、パークゴルフのね。やったことあるの？私はね、もう何度も経験させてもらってるんですよ。そうなのね、はあ、だからパークゴルフがどういったものかもあんまりよく分かってない、なるほど。今から何が始まるかも分からない。分からない。おー、嬉しい。ちょっとあの未知の世界。そうなんだ、あ、じゃあ今日私がですね、手取り足取りパークゴルフについて教えますよ。ちょっと腹立たしいな。ちょっと大きい声では言えないけど腹立たしいな。今回2人がお邪魔したのはカンナパークゴルフ場。東海岸を望む緑豊かなコースでリーズナブルにパークゴルフが楽しめます。用具の貸し出しもあるので手ぶらで OK。 今回は3ホールをマッチプレーで勝負をして、負けた方には恐ろしい罰ゲームが待ってるよ。それでは1ホール目、パー4、42メートル。コースはストレートだが左のバンカーが気になる。1ホール目やってきました。できましたね、はい、でこれで打つのよ。想像できない。全部結構重たいでしょ。重たいで、ドライバーのようなウッドのような。そう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 。でゴルフボールよりもちょっと大きめのボールを使って。じゃあまずはちょっと若菜さんのお手本から。はい、もちろんです。おお、なるほどね。おお、まあパワーがちょっと足りないけど、まあ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 、すぐと。さあくるみ選手、初めてのパークゴルフ1打目行ってまいります。あ、ちょっと怖いな。あ、うまい。さすがじゃん。私2打目ですね、はい、あ、嘘でしょ。ピンが奥だね。そう、ピンが奥だから難しいっちゃ難しいよ。難しいね、うん、ほらほらほら、悪く悪く、ありゃ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 、ほら、弱いって。いやいや、バンカーに入れてる、どの口が言ってる。いきますね、うん、ほら出た。次入れたらパーだな。ほら、よし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 。ありがとうございます。バーディー取っちゃいました。イエーバーディー。若菜は1ホール目7打打ってしまい、このホールはくるみの勝ち。続いて2番ホールへ。パー3、39メートル。距離は短いが少し上りのホールになってるよ。2ホール目にやってきました。ちょっとでもこれ難しいね。はい、もう真ん中寄りにバンカーあるしね。うん、ピンク玉、ほら、よくない？まあちょっと右寄りね。あ、ちょっとちょっと待って、ちょっと待って。お、危ない。オッケー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 。行きます。あ、同じところ行きましたね。こっから私がドカンパンポーンって行きますから。ドカンパンポーンってさ、もう壊れてるからね。草のボーボーがさ、あー、ちょっと嫌な感じよねこれ。するね。かさぶた取った後の皮膚みたいになってる。いや、やばくない？そんな色してんの？腐ってんじゃない？わかった、もう見えた。見えた、うん、ラインが見えた。はい、やばいやばいやばい、違う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 、待って、オービーくんじゃない？待って、待って、オッケー。いや、あっちに行ってからの方が次入りやすいなと思って。なるほど、うん、戦略戦略。うん、まあ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 。ほら、よかった。惜しい、罰
ディちゃん押さったのに。違うバーだから今3ダメだから気持ちはさ常にバーディー取りたいのよ。お先しますかどうしますか。いいですか、はい、いただいちゃいますね。すいませんボギーいただきます。やばいやばいやばい。いいぞいいぞいいぞくるみいいぞくるみ。恐れちゃいけない。やばいやばい。さあ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 。まあここで私は勝ち決定だ。このホールくるみはトリプルで上がり若菜の勝利。同点で迎える最終ホールはこちらパー580m。距離が長いのでいかに前に進めるかが大切だよ。勝負の行方はどうなる。まあ、勝負のホールになってきました、はい、面白いね面白いでしょ面白いね。パークゴルフ面白いでしょ面白いよかった声かけられるじゃない。そうさっきなんかバーディー取ってさすげえ褒められちゃった褒められてたよ、ね、なんかアットホームでいいよ ね、うん、お隣さんとこう顔合わせてねコミュニケーション取れるっていうのがこのパークゴルフ楽しみの一つかもしれない。今私が波に乗ってるんで。おおすごいすごい OB かだったらおこれ結構フックだな。すごいね結構フックだよこれ。なるほどなるほど。あおあやばい。おおおギリギリ残ってる。これ2打目で乗ったらさ、うん、かっこいいねパー5。2打目で乗ったらイーグルチャンスよ。だってすごいな。すごいよね。あうまいかも。いいかも。あうまいかも。あでフックだから右側狙うこの場合ね。うん、そう。あ、やばい。ねえ、ねえねえねえ、右側とはいえどさ、弱かった、弱かったね。ね、丸いのを狙って。うん、弱いかな。よくない？あー、でもまだグリーンには乗ってないね。ちょっと今、牛の吐息ですか？牛のなんかフンですか。なんかね出たねイーグルチャンス。イーグルチャンス収めたいと思います。果たしてイーグルは取れるのか。惜しい。うまいね。よいしょ私はこれを入れなきゃいけないんでしょ。そうですそうです。ちょっと先に私入れようかしらね。はい。これパーですね。はい。はい、ナイスパー。パーでございます。はい、ナイスパー。さあ、これで若菜さんが外せば同点ですからね。ねえねえねえ。絶対これ入るでしょ。いや、わかんないですよ。何があるか。やったー！ふうふうふう！くるみちゃんにゴルフで勝ちましたー！ちゃんと言って、パークゴルフで勝ちました。はい、なんと私。バーディーでございます。ありがとうございますくるみさん。ということで、ね、罰ゲームくるみさん決定です。本当に嫌なんだけどくるみの罰ゲームは番組の最後お楽しみに。カネカネコーナーやってきました。私たちの大好きなカネカネコーナー待ってましたいい香りでお腹がペコペコです。今回2人がお邪魔したのは若菜の行きつけのお店道の駅宜野座にある食堂万次郎。こちらは神田パークゴルフ場から歩いてすぐのところにあるよ。今回食べるのはこちらのメニューからくるみは宜野座そばをいただきます。ちなみにこの上に乗ってる椎茸は若菜の家族が作っているんだ。それでは召し上がれ。透き通ってますね。そうなん、黄金の汁ですよ。本当だね、はい、いただきます。あー美味しい。 あっさりさっぱりしてるんだけどその中のコクがすごい。お、さすが。椎茸の旨味がね凝縮されてる。乾燥椎茸で出汁も取っちゃってるんですか。すげえ椎茸情報めっちゃいってくんなちょっとじゃが麺もあぜひ食べてみたいと思います。いただきます。うん、つるつる、のど越し最高。そうなのよ。ちょっとじゃあ三枚肉も。そうですね。だってもう大きいもん。もう目玉ですよね。ね、お箸でほら、はい、こんな大きいんで見たことある。でか。じゃあちょっと豪快にいきたいと思います。いっちゃって。あ、
柔らかそう柔らかいし甘すぎず、うん、沖縄そばの味を邪魔しないそうなんですよ相性が最高続いて若菜がいただくのはこちら全国唐揚げグランプリで決勝進出した自慢の唐揚げを使った油淋鶏定食見てもう分かる茶碗と比べてもこのでかさいただきますもういい匂いする、ね、こっちまで香るうんあ肉汁まで垂れちゃって、うんうん、うわ最高中はめちゃめちゃジューシーだけど外はカリッとしててあやだしかも中もね結構味しっかりついてるのよあお肉自身にねしかもね油淋鶏のこの酸味のね効いたソースエネルギーがねみなぎるよとっても美味しくいただきました食堂万次郎さんごちそうさまでした2人の衣装を紹介まずは若菜スタイルこの冬ぴったりのモコモコベストはクールもキュートも独り占めオールブラックの中に大人女子の冬コーデを明るくしてくれるイエローカラーがポイント続いてくるみスタイルホワイトとブラウンでまとめた柔らかく清潔感のあるスタイルボア素材のスカートやニット帽を取り入れて冬のゴルフも乗り切れるポカポカコーデだよゴルフビートから視聴者プレゼント沖縄食料より愛を込め指令3キロを5名様に沖縄食料よりマイククルセットを5名様にカンナパークゴルフ場よりサイン入りカレンダーを3名様にたくさんのご応募お待ちしていますさあ皆さんお待ちかねのですね罰ゲームくるみちゃんへの変化粧私がやりたいと思います本当に嫌なんだよねじゃあ早速やっていきますねくるみへの罰ゲーム仕上がりはこちら完成ですねえこれひどいねこれひどくない待ってこっちなんて書いてんのあの服服あの服の髪のようないや待ってすっげえブッサイクじゃんえ待ってなんかさ三つ編みだからかさ余計にさなんかさわかるすごいなんかダサさが増してるんだけどめっちゃわかるくるみちゃんのこんな姿なかなか見ることができないぞみんな映像を永久保存しようこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。